ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、先日紹介したレゴストアのハッピーバッグにハイナカの一つ、アベンジャーズシリーズのアイアンマン VS サノスです。出た、躍動感のある説明書、わら。こちらのセットは2021年3月発売。まだ新しいセットですね。103ピースでミニフィグは2体付き。対象年齢が4歳からの4プラスというレゴになります。とっても組み立てが簡単なセットになってます。今回は説明書が2冊に2袋と土台が1個でした。まずは袋1。アイアンマンの組み立てになります。シールもないので全部プリントパーツになってます。袋1の完成です。続きまして袋2の組み立てになります。こちらはサノスの組み立てになります。砲台かな、早く撃ちたい。完成です。それで歯をゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。まずはアイアンマン、エフェクトパーツもかっこいいですね。ヘッドパーツは両面、裏側はマスクの中の時の顔になってます。どっちもいい顔してるぜ。続きましてサノスです。こちらはオレンジのエフェクト、溶岩に見える。サノス顔は片面のみでした。でもいい顔してるぜ。そうそう、エンディング画面作りました。ちょっと見やすくなったと思うので、最後までご覧ください。現在、オープニングも完売中です。この飛行機、名前あるのかな？ジェット機って書いてありました。ウィングの稼働とエンジン、がくるくる回ります。もちろん乗せることも可能です。かっこいい。座るとこも一段高さがあってもいいかな。これは何ですか？サノスの手ってこういう風になってるんだ。これ、サノスにつけることが可能です。そういえば、サノスロボの時にこんなのあったような。全然覚えてないので、自分で見てみます。そしてこちらが砲台です。360度どこから敵が来ても大丈夫。これにサノスを乗せてアイアンマンと戦うわけですね。これは本当にかっこいいな。早く撃ちたい、奴を仕留めたい。それでは皆さんお待ちかね、射撃のお時間です。本日は特別にレゴラジ君が的になってくれるそうです。今回はジェット機と砲台、それぞれどんな感じか見てみましょう。おいおい、わら、これ威力ありすぎですよ。いやー、壊れる、わらわら、レゴラジ君、もう結構やばいんだから、わら。これ、絶対に人に向けて撃ってはいけません。レゴラジ君は特別な訓練を受けています。ですが、良い大人のみんなは真似しちゃダメですよ。
次はこちら。これもよくあるシューターですね。発射の時、勢いよく押すといい感じに飛びます。ということで、今回はアイアンマン VS サノスでした。この動画の概要欄に Amazon のリンクが貼ってあります。気になる方はチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。